こんばんメリーバッドエンド、ミステリー案内人です。ああ、メリバもちょっとずつ数が増えてきたわね。私このシリーズ大好きなのよ。メリーバッドエンドとは、人によってエンディングの解釈がハッピーかバッドか分かれるというお話のことを言います。前回はかぐや姫をお届けしましたね。まさかかぐや姫が月から地球にやってきた理由にあんな悲しいお話が隠されていたなんてね。今回は一体どんなお話を聞かせてくれるのかしら。今日は親指姫にまつわるメリーバッドエンドです。それではどうぞ。花に翼。昔々あるところに女性が一人で暮らしておりました。その女性は夫に先立たれ、一人寂しく暮らしており、いつしか子供が欲しいと願うようになったのです。ですが夫を愛しているため、他の男性との再婚は考えられず、悩んだ末に女性は谷の奥に住むと噂の魔女に会いに行くことに。子供ね、どんな子でも文句は言わないね。もちろんです。愛情をかけて育てると誓いますわ。それならこの種を植えるといい。お前さんの願いを叶えてくれるよ。魔女が差し出したのは一粒の種でした。女性は言われた通り、その種を庭に撒き、大切に育てることに。すると数日後には芽が出て、あっという間に成長し、美しい花を咲かせたのです。まあ奇跡だわ。その美しい花の中には美しい少女が眠っていました。しかしそれは確かに普通の子供ではありません。普通の人間とは違い、親指ほどの小さな女の子。それでも女性は待ち望んだ待望の子供に涙を流して喜びました。この子はそう、親指姫、私の可愛い可愛い子供。女性は花から生まれた子供を親指姫と名付け、大切に大切に育てました。いつしか親指姫も女性をお母様と呼び、二人は親子のように仲良くなっていったのです。ねえお母様、私外の世界が見てみたいの。ダメかしら。親指姫は小さいから、外に出たらどんな危険な目に遭うか。それにはぐれてしまったら見つけることも難しいでしょ。じゃあお庭はダメ？お庭の美しいお花の香りが知りたいの。そうね、じゃあお庭でピクニックしましょうか。女性は親指姫にせがまれ、自宅の庭でピクニックを開くことに。初めての外に親指姫は目をキラキラ輝かせて大はしゃぎ。そんな様子を一匹のヒキガエルが見つめていました。なんて美しい女の子なんだ。絶対俺のお嫁さんにするぞ。ヒキガエルはぴょんぴょんと飛び跳ね、親指姫の元へと近づきます。今まで母親代わりの女性としか話したことがなかった親指姫は、初めて知らない人に話しかけられたことに困惑しました。はじめましてお嬢さん、今日はいいお天気ですね。どちら様？僕はヒキガエルです。あなたの美しさに一目惚れしました。どうか僕のお嫁さんになってください。嫌です。助けてお母様、お母様。助けを求める親指姫。しかしタイミングの悪いことに、女性は家の中にお茶を入れ直しに行っていたところで、小さな親指姫の声が届くことはありませんでした。さあ来るんだ。親指姫はヒキガエルに抱かれ、家の外へ、そして川の近くまで連れてこられました。生まれて初めて見る川はとても大きく、親指姫の震えは止まりません。さあこの川を渡って俺の家に行くんだ。そしてずっと二人で幸せに暮らすんだよ。いやです。お母様のところに帰して。魚だ。なんだなんだ、おい、そ
そこのヒガエル食ってやろうか。ヒーなんだ、ずいぶん小さな人間だな。あんたどっから来たんだい。わからないの。家を出たのはこれが初めてで、お家がどこにあるのか知らないの。ここがどこかもわからないし。そりゃ困ったな。とりあえずこの道をまっすぐ行くと河原を抜けて大通りに出る。他の人間に助けを求めた方がいいだろう。俺は自ら出られないから助けになれなくて悪いな。いいえ、親切にどうもありがとう。魚の助けを得て歩き出す親指姫。しかし今度はコガネムシが親指姫に襲いかかります。おお、かわいい子だ。そうだ、こいつを嫁に連れて帰れば父さんも認めてくれるんじゃないかな。ちょっと話してください。いや、話して。コガネムシは親指姫の話など聞かずにぴょんぴょんと草むらを飛び跳ねて大通りとは反対の森の方へと進んでいきました。父さん、ほら見て、かわいい女の子見つけてきたよ。どう、この子ならお嫁さんにしてもいい？はあ、なんだこいつ、手足は少ないし肌も白い。お前はなんでこう変なやつばっかり連れてくるんだ。とっとと捨ててこい。ちえ、父さんと俺は女の趣味が合わないんだよな。ちょっとどこへ連れて行くの？え、まあその辺別にいいだろ。森なら食べ物も困らないんだし。それじゃあな。コガネムシは自分勝手な理由で親指姫を森の中に置き去りにしてしまったのです。季節は秋、確かに食べ物には困りませんが、小さな親指姫がこの森で生きていくことはあまりに険しい道でした。お母様のところに帰りたい。お母様、お母様。なんだいどうしたんだい。あなたは。あたしはこの森に住んでる野ネズミさ。それよりあんた見ない顔だね。私は親指姫と申します。なんだい、ボロボロじゃないか。とりあえず家へおいで。こうして親指姫は野ネズミのおばあさんの家へ連れて行かれることに。おばあさんは親指姫にお茶や木の実を振る舞ってくれて、親指姫もやっと一息つくことができました。そしてどうしてこんなところにまで来ることになってしまったのか順を追って説明することに。そりゃ苦労したね。でも家の場所がわからないのにこの森を抜けるのは危ないよ。時期はそうだね、冬がいいんじゃないかい。みんな冬眠するから寒いけどいつもより危険は少ないからね。その間に暖かい服を作ったり食べ物を蓄えた方がいいだろう。おばあさん、ありがとうございます。こうして野ネズミのおばあさんの助けを借りて母親の元へ戻るための準備を始めることになった親指姫。森での暮らしは案外楽しく、時間はあっという間に過ぎていきました。お前さんは手先が器用だし、料理の覚えも早いし、本当にいい子だね。おばあさんが教えてくれたおかげですわ。このままずっとここにいてほしいけど、もうすぐ冬が来るからね。おばあさんも冬眠するの？ああ、この家でじっとね。母親の元に帰りたい。でも親切にしてくれたおばあさんを一人残していくことが親指姫にはとても心残りだったのです。そしてそれはおばあさんも同じこと。なんとか親指姫がこの場所に留まってくれないかずっと考えるようになっていました。そして事件は起こってしまうのです。親指姫や、お前さんに会いたいという人がいるんだけどいいかい。はい、おばあさんのお友達ですか？はじめまして、モグラと申します。はじめまして、親指姫と申します。実はね、モグラさんが穴を掘ってお前さんを家まで送ってくれるというんだ。え、
本当ですか？僕はこう見えて物知りでして、娘を探している一人暮らしの女性の話は耳に入ってましたよ。庭に花がたくさん咲いてる青い屋根のお家でしょ？そう、そうです。ああ、夢みたい。お母様の家に帰れるなんて。ただね、残念なことなんだが。何ですか？その女性は君がいなくなったショックで病気になって、もう亡くなってしまったそうだよ。そんな。モグラの話を聞いてショックを隠せない親指姫。親指姫は、私のせいでお母様が、と泣き崩れてしまいました。そんな親指姫におばあさんが優しく声をかけます。あんたが生まれた家をモグラさんと見に行って、またここに帰ってくればいいだろう。おばあさん、私。それからね、モグラさんがお嫁さんを探してるって言うんだ。え？お家に送ってもらう代わりに、あんたはモグラさんと結婚するんだよ。それでこの家で三人で暮らすんだ。そんなこと、急に言われても。結婚式は春にしよう。暖かくて、あんたが好きな花がいっぱい咲く頃だ。あんたはもう帰る家がないんだから、ここで一緒に暮らすのが一番いいんだよ。あなたはとても美しい。僕のお嫁さんにはぴったりです。僕は地下で暮らしていますけど、僕の家とおばあさんの家を行き来できるようにトンネルが掘ってありますから、安心してくださいね。親指姫は何が何だかわからないまま、おばあさんとモグラはどんどん話を進めていき、二人は結婚することになってしまったのです。そうだ、この後僕の家に遊びに行きませんか？これから家族になるんですし。いいね、木の実をたくさん持っていくよ。ほら親指姫、支度をしな。はい。母親が死んだという知らせ、今日初めて会ったモグラとの結婚。親指姫は何もかもが夢なのではないかと思うほど絶望していました。ここから逃げ出したい。でも、たとえお母様の家に戻ったとしても、お母様はもういない。私が生きている意味なんて、もうないんだ。涙をボロボロ流す親指姫。すると、トンネルの向こうに大きな鳥が横たわっていました。おばあさん、あの鳥は？ああ、あれはツバメだよ。羽を怪我してるね。穴から落ちたんじゃないのかい？まあ、あんたが気にすることはないよ。ほら、もうすぐ僕のお家ですよ。ああ。その日はモグラの家に泊まることになり、親指姫は夜こっそり家を抜け出し、ツバメの元へと走りました。あの、大丈夫ですか？あなたは。私は親指姫と言います。お薬を持ってきましたので、手当てしてあげますね。ああ、ご親切にどうも。でも、いいんですよ。気にしないで。僕はどうせもう、助かりませんから。そんなことおっしゃらないで。ほら、傷口を見せて。親指姫は、テキパキと手当てをしていきます。実は森を抜けるために、薬草や怪我の手当ての仕方など、いろいろな本を読んで勉強してきたのです。おばあさんは人間の家で本を盗み見て、自分用の小さな本にまとめることが大好きでした。そのおかげで親指姫も短期間で様々な知識を得ていたので、こうしてすぐツバメの手当てをすることができました。ありがとう。だいぶ痛みも楽になったよ。あなたは鳥でしょ？どうしてこんな暗いトンネルに？翼を怪我して飛べなくなったからね。いつ治るかわからなかったし、地上には天敵も多い。それにもうすぐ冬が来るだろう。だから身を潜めるためにモグラの穴を探して、こうして暖かい土の中にやってきたのさ。
そうだったの。でもこの道はあのモグラ以外通らないし、助けを求められる感じのやつじゃなかったからね。そこは運が悪かったな。あのモグラさん、意地悪なの？とーってもね。自分以外の人間なんてどうでもいいのさ。野ネズミのおばあさんとは仲がいいみたいだけど、いつも誰かの悪口で盛り上がっているよ。だから君もあの二人の仲間なら嫌なやつかと思ったんだが。そんなこと。わかるよ。こうして助けに来てくれたんだから。それも一言も話したことのない僕のためにね。だってとっても苦しそうだったから。ありがとう。でももう戻った方がいい。君、モグラが言っていたモグラのお嫁さんだろ。私、モグラさんなんかと結婚したくない。よく知らないし、それにモグラは地下で暮らしているんでしょ。私はお日様の光が好きだし、お花が大好きなの。それなのにずっと暗い地下で暮らすなんて耐えられないわ。それに意地悪な人も嫌いよ。じゃあ逃げたらいいだろう。モグラは目が悪いんだ。一生懸命走って逃げれば可能性はあるかもしれないよ。私、お母様と暮らしていたの。そうなんだ。でもモグラさんが、お母様は私がいなくなったショックで死んでしまったって。私もう帰る場所がないの。だから逃げる場所なんて。本当にお母様は死んだのかな。え？でも君の目で確かめたわけじゃないだろ。なら本当かどうかわからないじゃないか。でもモグラさんは私の家の屋根の色なんかも知っていたわ。あのね、モグラは目が見えないんだ。代わりに鼻がよく聞くんだよ。え？君は自分の家の話やお母様の話を野ネズミにしていたんだろ？そうだけど。じゃあそれを野ネズミがモグラに言っただけさ。君がお母様のところに帰らないようにするために二人で手を組んだんだろう。どうしてそんなこと。あのばあさん言ってたぜ。あんたが来てから生活がずっと楽になったって。親指姫と結婚したい奴はたくさんいるから、木の実なんかの贈り物がたくさん届くんだと。そんなの私知らないわ。あんたを嫁に出す気がなかったんだろう。でも、ついに冬が近くなってきた。それで一番仲のいいモグラに頼んだんだろう。実際ばあさんも、モグラとあんたを結婚させる気があるのかわからないな。ばあさんはあんたと一緒にいられればいいんだから。ツバメの話に親指姫は言葉を失いました。今までずっと優しかったおばあさんが本当は何を考えていたのか、親指姫には何もわからなくなってしまったのです。はあ、あんたは世間知らずなんだな。世間知らずって？人を疑うことを知らないお子様ってことだよ。そうね。だって私、今まで外に出たことは一度もなかったんだもの。お母様が私が外に出ると危ないからって。ずっとお母様と二人静かに幸せに暮らしてきたわ。じゃあなんで外に。私のわがままよ。どうしても外に出てみたかったの。草木の香りを、風の心地よさを、花の美しさを、自分自身で直接。でもそんなわがままを言ったからこんなことになってしまったのね。なあ、あんたって花から生まれたって言ってたか。え？どうして知ってるの？その話は誰にもしたことがないわ。俺の故郷ではね、花から人が生まれるんだ。あんたと同じ大きさの人間が普通だったよ。え？私以外にもこんな小さい人間がいるの？ここからずーっと西の国さ。あんたを見たとき驚いたよ。こっちで故郷の人間と同じサイズのやつに会うとはね。私のお母様はどうしても子供が欲しくて、魔女に頼んで魔法の種をもらったんですって。その種から咲いた花から生まれてきたのが私なの。
じゃあ魔女は俺の故郷へ来たことがあったんだな。あなたはどうして故郷を出たの？なに、あんたと一緒だよ。俺も外の世界を見てみたくなったんだ。まあそれでこのざまなんだけどよ。故郷ではずっとお家の中で暮らしていたの？違うよ、俺の故郷は小さいところだったんだ。あたり一面花だらけで一年中暖かいところ。俺はよく知らないけど、魔法使いが作った国で普通の人は入れないんだ。へえ、それはとても素敵なところね。親指姫もお母様と暮らした家は素敵だっただろ。でも外に出たいと思うようになった。俺の気持ち、あんたならわかるんじゃないのか？そうね、よくわかる、よくわかるわ。話しすぎちゃったな。さ、もう帰りな。起きてあんたがいなかったら大騒ぎだよ。またここへ来てもいい？どうぞ好きに。俺はここから動けないからね。こうしてツバメと別れ、モグラの家へ戻った親指姫。朝食を囲み、野ネズミの家へと帰っていきました。そしてその日から夜になると、親指姫はツバメの元へと通う日々が始まります。さらに冬がやってきたので、モグラと野ネズミのおばあさんは冬眠することに。いいかい？決して逃げるんじゃないよ。だって、私には他に帰る家がありませんもの。また春に会いましょうね。ここ最近、すっかり言うことを聞くようになった親指姫を信用していた野ネズミは安心して冬眠することに。そして親指姫は大きな荷物を持ってツバメの元へやってきました。なんだいその荷物は？しばらくここで生活するから必要になるかなって。通うの大変なんだもの。そりゃいいね。私本当は逃げようと思っていたのよ。今でも俺はあんたが逃げりゃいいと思ってるよ。でもダメ、あなたを置いていけない。どうして？わかっているのにそうやってはぐらかすのね。親指姫は足しげくツバメのもとへ通ううちに恋に落ちてしまったのです。そしてそれはツバメも同じことでした。ダメだよ、姫もわかっているだろう。俺の傷は一向に良くならない。きっとこの冬を越すことはできないよ。でも私はあなたとずっと一緒にいたい。おばあさんでもモグラさんでもお母様でもない、あなたと一緒にいたいの。困ったお姫さんだな。だから私のお願いを聞いてくれる？なんだい？あなたは歩くことはできるのよね？まあ足はまだ動くけどよ。この冬の間に地上に出られるトンネルを掘るわ。だからそのトンネルを抜けて私と一緒に地上に出てほしいの。でも俺は地上に出ても飛べやしないぜ。とても綺麗な花畑を知っているの。そこであなたと春を迎えたい。それだけでいいの。わかったよ。あんたがトンネルを掘れたら一緒に花畑に行くと約束するよ。こうして親指姫は日がない一日穴を掘り続け、冬の終わりに地上へと続くトンネルを掘りました。そしてツバメと一緒に花畑のある場所へと向かいます。春になればここに綺麗な花が一面に咲くのよ。きっとあなたの故郷と同じ景色になるんでしょうね。ああ懐かしいな。ちょっと疲れちゃったかしら？そうだな、少し休むよ。なあその間ずっと一緒にいてくれるか？当たり前じゃない、私はずっとあなたと一緒にいるの。ずっとずっとね。そうか、ありがとう親指姫。ツバメはゆっくりと目を閉じ、そのまま目覚めることはありませんでした。そして親指姫も一本のナイフを取り出します。
私もすぐ行くからね。それから春になり、森には美しい花々が咲き乱れました。中でも親指姫とツバメが訪れた花畑は一等美しい花が見られると有名に。その場所はどんな災害にも負けず、長い年月美しい花が咲き続けたそうです。まさか二人は。ええ、あの花畑でそのまま亡くなり、花の養分になったということでしょう。そんなあ、でも美しい花になって二人はずっと花畑で幸せに暮らしたのよね。二人は幸せだったのかもしれないけど、でも少なくともツバメは幸せだったでしょう。愛する人に看取ってもらえて、そして親指姫も最後に愛する人と出会うことができたのですから。愛の形は人それぞれってことよね。今回も泣けたわ。もっとメリーバッドエンドのお話が聞きたいという人はぜひコメントで教えてくださいね。チャンネル登録がまだのみんなはポチッと押して黒猫ファミリーの一員になってね。グッドボタンもよろしくね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチー。まあ、綺麗な花畑、あの子にも見せてあげたかったわね。兄さん、ウタです。いますか？いないの？兄さん。なんだ、お前か。いやー、こんばんは。わわ、ミステリー案内人です。コツエさん、その格好どうしたんですか？私も鬼殺隊に入りたくて。雷の呼吸1の方、霹靂一閃。相当ハマってますね。そういえば鬼退治は世界中の昔話にありますが、沖縄にかなりぶっ飛んでると噂の鬼退治のお話があるそうです。ぶっ飛んでる？どういうこと？それは女性の下の方の。下の方の？いやいや、私の口から言うのも恥ずかしいので、実際見に行った方が良さそうですね。どんなものか知りたいわ。それでは早速見に行ってみましょう。ぷよぷよのぷよー。昔々の沖縄、首里に父と母を早くに亡くした兄弟がおりました。兄と妹はお互いに支え合って生きてきました。うた、そろそろ準備しようか。うん、お昼ご飯に兄さんの好きなムーチーを作ったよ。ありがとう、うた。うたの餅を食べればいくらでも頑張れるな。ムーチーとは沖縄の伝統的なお餅のことで、兄はうたの作るムーチーが大好きでした。二人でこうやってよくムーチーを分け合いながら一緒に生活を乗り切ってきたのです。しかしウタは年頃となり結婚し、村を離れることになりました。兄弟が離れ離れに。それじゃあ行ってきます。兄さん、今までありがとうね。うん、幸せになれよ。でもいつでも戻ってきていいからな。嫁いだんだからそんなわけにはいきませんよ。でも兄さんも元気でね。そうか。妹が家を去り、兄は一人で生きていかなくてはなりませんでした。お兄さん寂しそうだけど大丈夫かしら。影のある男ってほっとけないのよね。私が見守ってあげなくちゃ。まあまあ。それからしばらく経ち、ウタは赤ん坊も生まれ幸せに暮らしていました。しかし。ウタさん、大変大変。なんで私のことを？そんなことより、あなたのお兄さんが大変なの。え？ウターが村を去った後、兄は働くにも元気がなく、畑も荒れ放題となっていました。ウターさんが嫁に行ってから元気ないわね。ちょっと！君たちは？妹さんがいなくて寂しいのはわかるけど、元気出さなきゃ。なぜそのことを？ただ、俺は。畑仕事もウターさんの代わりに手伝ってあげるから。ふざけるな。ウターの代わりがいるわけないだろう。うわ、またやってるよ、あいつ。
ウーターが嫁に行ってから人が変わっちまったよな。昔はいいやつだったのに。ち、今日はもうやる気なくしたぜ。一人ぼっちになった兄は、こうやって村人たちとの関係も次第に悪くなっていました。そして兄はますます塞ぎ込み、人知れず山へ登り、誰にも行方がわからなくなりました。そして村人が兄を忘れかけていた頃、鬼が出たぞ。ヤギが盗まれた。やめて、子供を返して。山の奥から鬼が現れ、村を荒らすようになったのです。あの鬼、もしかしてウタのお兄ちゃん。山奥で暮らしていた兄は、夜な夜な村に降りては家畜を盗んでいました。荒れた生活をしているうちに、ついには老人や子供をさらっては食らう鬼へと変わり果てたのです。というわけなんです。そんなバカな。兄の噂を聞いたウターは、自分の目で確かめるため赤ん坊と共に村へ帰ってきました。そして鬼がいるという山奥の洞穴へと向かったのです。ウーターさん、危ないから戻りましょう。いいえ、優しかった兄が鬼になんて、この目で見るまで信じられません。大丈夫かしら。ウターはとうとう鬼の洞穴を見つけました。本当にここに兄さんが。兄さん、ウターです。いますか。声をかけますが、ホラー穴から返事はありません。誰もいないのかしら。意を決し、ウターはホラー穴へと入っていきます。いない。兄さん。そこには人や動物の骨が散乱していて、鬼がいるのは確かなようです。骨、まさか兄さん、嘘であってほしい。と、その時。お前は誰だ。ここに何しに来た。振り返ると、そこには大きな大きな鬼が立っていました。兄さん。ウターの希望は打ち砕かれ、驚きと恐怖で足がすくみます。しかし赤ん坊を守るためにも感情をこらえ、震える声で鬼に話しかけました。久しぶり、兄さん。おお、ウター、久しぶりだな。どうした、向こうの家が嫌になったのか。鬼は嬉しそうにウターを温かく受け入れました。いえ、兄さんに会いたくて、少しの間ですが。いやいや、いつまでもゆっくりしていいんだぞ。そうだ、いいところに来たな。今から飯なんだ、お前も来い。鬼はウターの腕をつかみ、ホラ穴の奥へと連れ込みます。ホラ穴の奥では大鍋がグツグツと煮えたぎっていました。その蓋を鬼が開けると、人間の手足が入っていたのです。兄さん、本当に子供をさらって、この子も危ない。ほら、うまいぞ、これで力もつくからな。鬼はウターに人間を煮た汁を飲ませようと迫りました。その時、ウターの赤ん坊が泣き出してしまいました。ごめんなさいお兄さん、すぐ泣き止ませますから。赤ん坊か。はい。鬼は明暗が浮かんだとばかりに、にやりと笑いました。赤ん坊は食うとうまいぞ。さあ、よこせ、一緒に食べよう。すみませんお兄さん、その前にちょっとお手洗いに行きたくて。何？逃げるつもりじゃないだろうな。そんなことしませんよ。鬼はせっかく会えたウターが帰ってしまわないように、手に縄をかけました。せっかく帰ってきたんだ、絶対逃げるなよ。はい。早くここから逃げなきゃ。ウターはホラー穴の外の木に縄をくくりつけ、鬼の元から逃げ出しました。ウター、まだか、まだか。ホラー穴では鬼がウターを待っていましたが、待てども待てどもウターは戻ってきません。おのれ、逃げよったか。ウターが逃げたことに気がついた鬼は、なりふり構わずウターを追いかけました。ウターは砂浜にあった船で逃げようとしていました。しかし鬼の気配がすぐそこまで迫っています。これはまずいですね。一体どうしたらいいの。あ、そうだ。えーい、ウターさん、ここに隠れて。あなたたち。コツエさんが船をひっくり返すと、とっさに船の下へと隠れました。ああ、ごちそうを逃がしてしまった。そんな、やっぱり私の子を食べようとしていたのね。
鬼はまた山奥へと帰っていきました。ふう、危ないところだった。助けてくれてありがとうございます。そんなことより大丈夫？はい。でも兄は本当に変わり果ててしまいました。村のため兄のことは妹の私が責任を取ります。数日後、命からがら帰ってきたウタはムーチーを大量に作っていました。よいしょ、さあこねてこねて。ウタさん意外と人使いが荒い。兄が村を荒らし子供にまで手をかけていたんです。絶対に私が兄を止めてみせます。ウタは汗をかきながらムーチーを作っていましたが、その汗には兄を思う涙も混じっているように見えました。さあもっとムーチーを作りましょう。これってお餅よね。なんで鬼退治にお餅なの？このムーチーに瓦や釘を混ぜ込んで鬼に食べさせます。絶対に食べるはずです。だって兄は私の作るムーチーが大好きでしたから。柔らかい普通のムーチーと釘や瓦が入ったとても硬くて危険なムーチーを作ります。そして中身がわからないように月桃の葉で包みました。これなら鬼も中身に気がつかないわね。そしてムーチーを手にウターは再び鬼の洞穴へと戻ってきました。お兄さん、今日は兄さんの好きなムーチーを持ってきたよ。ウター、よく戻ってこれたな。この前は逃がしたが、今度こそはお前を。この前はごめんなさい、大変な失礼をしました。お詫びにはなりませんが、兄さんの大好きな餅をいっぱい作って持ってきました。ここにお酒もたんと用意しています。まあいいだろう、よこせ。鬼は酒壺を奪い取り一気に飲み干しました。さあムーチーはどこだ？せっかくですから綺麗な景色を見ながら食べようと思い、海が見える崖にたんと用意しています。わあ綺麗。ウターは言葉巧みに鬼を崖の上へとおびき寄せました。ウター、ムーチーはどこだ？早く食わせろ。はいはい、ここですよ。ムーチーに潜ませた瓦が鬼の喉や口に突き刺さり、鬼はのたうち回ります。しかしウターは、おいしいおいしい。兄さんどうしたんですか？痛がり大暴れする鬼を横目に、おいしそうにパクパクとムーチーを食べていました。お前はこのムーチー食べられるのか？はい、おいしいですよ。兄さんももっと食べて。ウターがあまりにパクパク餅を食べるので、鬼は信じられないという目でウターを見つめます。なんだこいつ、恐ろしい。すると鬼はウターの足の付け根にヒゲを生やした口のようなものが見えました。しかも血に染まっています。おい、ウター、お前の舌はどうしたんだ？これはね、鬼を食べる口だよ。ウターは着物の裾をバッと持ち上げ、血だらけの股を広げて鬼に迫りました。驚いた鬼は崖から足を踏み外し、その体はそのまま海へと落ちていきました。兄さん、これでよかったのよね。こうして鬼は退治されました。海にはウターの涙がぽつり、雫となって消えました。すごい急展開でしたね。村に戻ったウターは鬼を倒した英雄として迎えられます。俺たちももっとあいつのこと見てやればよかったな。ごめんなウター。鬼は消えましたが、優しかった兄との思い出は消えません。ウターが鬼を退治したムーチーは家内安全と健康祈願のために、今でも旧盆の日に沖縄で食べられているそうですよ。コツエさん、そんなに食べたら喉に喉の骨に引っかかりますよ。死ぬ。安心してください、もうとっくに。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。夢中じゃないか。あれ？
ここで何してんの？ここまで手の込んだ死体の装飾は初めてだわ。これは、ん？なんだこれ、M？こんばん、一本釣りミステリー案内人で爆鳥。ちょっと案内人さん、もう動画始まってるわよ。待ってください、この魚大きいんです。それにしてもジンの話の続きって久々だな。過去のジンの動画は概要欄から見てね。それでは早速見てみましょう。へえ、よりにもよってあなたのお姉さんの命日に再び動き出すなんてね。状況から考えてもエルマーは間違いなくあんたに接触してくると思うわ。気をつけるのね。俺はむしろ楽しみだよ。ずっと探してた男が自ら動き出したんだから。もしもし。え？わかった。ああ、すぐに行く。どうかしたの？また死体が見つかった。それも別々の場所で3体だ。今日だけで4人も。それじゃあ俺は現場へ向かうよ。アリガイメリア。へえ、ずいぶん可愛らしい少女じゃないか。はあ、私も商店の店番しなきゃ。遅いわよ。ああ、少し考え事をしていたんだ。ジンさん、すいません。これを見てください。なんだ？これは、ええ。こうして見せられた紙切れ、そこには一件目の事件と同様に血文字で A と書かれてた紙切れがあったのです。他の現場にも R と E と書かれた紙切れが見つかったそうです。わからないが、何かの暗号であることは間違いないな。また警察官ばかり。僕たちも他人事じゃないですね。一方その頃、イメリアは、なあ姉ちゃん、俺の女にならない？図体のでかい男にナンパされていたのでした。私は売り物じゃありません。そんな冷たいこと言うなよ、本気なんだぜ。はあ、どっかのゾンビと同じね。悪いけど自分より弱い男と付き合うつもりないの。強ければ付き合ってくれるのか？よし、それなら一丁バトルしようぜ。はあ、こうして男とバトルを始めようとした時、女性が店に入ってきたのです。ちょっと待ちなさい。え？おい、邪魔すんなよおばさん。誰がおばさんよ。あんた、女を口説くために力を使うなんて男のすることじゃないよ。え？どりゃ！おーれー！あんたも無理なら無理って最初からはっきり伝えなさい。余計なバトルしなくて済むんだから。ちょっと聞いてるの？しかしメリアが止まってしまうのも無理はありません。なぜなら目の前にいる女性は、見た目はもちろん性格すらも彼女の亡き母親にそっくりだったのですから。結局4人の被害者の共通点は全員警察官ということと、このアルファベットくらいだ。一体何の暗号なんだ？はたまたフェイクか。イメリアはどう思う？おい、さっきからどうしたんだ？お母さん。え？俺男だけど。死んだお母さんにそっくりな人がいたの。私びっくりしちゃってさ。でも嬉しかったな。ひょっとしてお母さんの生まれ変わりだったりして。イメリア、いいか、お前の母は亡くなった。あの時間違いなく。ええ、それは分かってるつもり。私ちょっと出てくる。はあ、また遺体が上がったのか。文字は？なんだ、暗号はまだ解けてないんだね。お前エルマーか？なんで仲間の携帯を？それより早く暗号を解いてもらわなきゃならない。この暗号はジンのためだけに作ってるんだよ。なんだって？あら、お店はもう終わり？で、ひょっとして怒ってる？あらあら、怒ったと思えば今度は泣いちゃったわ。
私があなたのお母さんにね、そんなに似てるの？そりゃもう毛穴の数まできっと一緒よ。でも私が原因で喧嘩したなんてちょっと悲しいわね。ごめんなさい。そうだ、今日はうちに遊びに来る？いいんですか？ええ、ただし一つだけ条件があるわ。そのお友達も心配するでしょうから、今すぐ連絡してちょうだい。文面は、私もあなたも愛が足りなかった、仲直りしましょうってね。愛が足りない。なんかやだな、その文章。ダメ。ちゃんと送らないと止めてあげないわよ。わかりました。まだわからないのかい？相変わらずイライラさせてくれるぜ。くだらない暗号ごっこに付き合うつもりは一切ない。なるほど。それじゃあほとんど答えに近いヒントをあげるよ。たった今イメリアからメッセージが届いただろう。それを見るんだ。私もあなたも愛が足りなかった。ああ？おい、これってまさか。こうしてジンがホワイトボードに付け足したのは2つのローマ字、そしてそれを組み替えた末に浮かび上がった文字は、そう、イメリアだったのです。おい、これはどういう意味だ？君の相棒はもう僕の支柱ということだ。イメリアに生きて会いたいなら指定する場所へ一人で来い。この野郎、余計なことをすれば今度は彼女の血で可愛い絵を描いて送るよ。それが嫌ならおとなしく言うことを聞くんだね。いらっしゃいませ。待ち合わせですか？おい、今すぐイメリアを返せ。会えて嬉しいよ、ジン。でもまずは会話を楽しまなきゃいけない。なぜ姉さんを殺したのかも知りたいだろう。ご注文は？いらない。ああ、僕が代わりに頼むよ。赤ワインをくれ。かしこまりました。さて、先に言っておくが、僕だって姉さんを殺したくはなかった。施設でずっと一緒に暮らしてた大切な人だからね。ご託はいいから端的に話せ。ならお望み通り、僕はこの国を破壊するための計画、つまりテロを企てているが、ある時姉さんにバレてしまった。もちろん協力してほしいと言ったけど断られてしまってね。仕方がなかったんだ。テロだと？ふざけんな。そんな目的のために姉さんを。そこでだ、ジン。君に協力してほしい。これが今日の本題だよ。お前と協力だと？バカを言うな。さっさとイメリアを返せ。撃てないとでも思ってるのか？お待たせいたしました。赤ワインです。赤ワインを頼んだのは俺じゃない。どういうことだ？彼らは皆僕が育て上げたこの国を潰すために立ち上がった同志さ。さて、最後にもう一度聞いてやる。この国を滅ぼすために力を貸してくれ。じゃなきゃお前もイメリアも終わりだ。さあ、選べ。服従か、死か。こうして究極の選択を迫られたジン。答えを出しかねていた、まさにその時でした。建物に一台の車が突撃してきたのです。一体何が起きたんだ？お前は、なんで？いいから乗りなさい。追いかけますか？いや、ジンにこれ以上時間を避けられない。残念ながプラン C で行くよ。かしこまりました。正直ここまでカオスな話を聞くことになるとは思わなかったわ。まったくだ。ところでなんで君が？黙ってたのは悪いけど、怪しい言動が気になって発信機をつけておいたのよ。ああ、そういうことか。悪いとは思ってる。代わりに一つ私の秘密を教えてあげるわ。ずっと黙っていたけど、私は殺し屋一族の生まれよ。なんだって？アルカラム一族って名前くらいは知ってるでしょ。私はその家の長女。ああ、道理で強いわけだ。これで秘密の共有はおあいこよ。それじゃあイメリアのところへ行きましょう。殺し屋独自のルートで居場所はもう特定してる。何を考えてるんだ？
どういう意味？ただ仕事を終わらせるためだけに独自のルートを使うとは思えない。君はイメリアと知り合いなのか？直接的な関わりなんてない。でも私の弟たちが仲良くしてるみたいでね。もし彼女に何かあればあの二人が黙ってない。これ以上面倒ごとになるのはごめんなのよ。見つけた。イメリア。ええ、今来ました。それでは。はい、最後まで私は幸せでした。失礼します。お前その顔よくできてるでしょ。今の整形技術はすごいわね。エルマー様も満足してくれる出来だったわ。自分の顔を変えるほど進行してるのね。かわいそうに。エルマー様に会うまで私は死んだも同然だから、あの人の望む通りに動くのは当たり前よ。それよりエルマー様からイメリアを返してやってくれと言われてるの。なんだって？ほら、自分の足で歩いていきなさい。こうして二人の元へ戻ってきたイメリア。しかしその様子は明らかにおかしかったのです。この子に何をしたの？洗脳よ。エルマー様に暗示をかけられてるの、イメリア。とはいえその子の洗脳は未だ不完全。私が鍵となるの。それが私に渡された最後の命よ。どういうこと？さあイメリア、こっちを向きなさい。目を覚ますのよ。え？あれ、お母さんだ。お母さん、会いたかったよ。私も愛してるわイメリア。でもあなたのせいで私は死ぬの。え？さようならイメリア。私はあんたを一生許さない。すると女は銃を自分の方へと向けたのです。まずい、やめろ。エルマー様、万歳。そう、エルマーが施した洗脳とは、イメリアの母親にウリ二つの女性が目の前で自ら命を絶つことで完成するものだったのです。そしてそれは見事なまでに成功してしまったのでした。最悪のシナリオね。お前なのか。ああ、君の望み通り返しただろ。壊れた後のイメリアだけどね。エルマ。そう、怒鳴るな。僕だって大切な一つの駒を失ったんだ。それにイメリアを元に直す方法はあるよ。なんだと？僕の死体を見せれば洗脳は解ける。僕は人を洗脳するときは必ずシンプルだが一番実現しづらいこの条件を洗脳を解くための鍵にしているんだ。僕はこのままテロに着手する。また会えることを楽しみにしてるよジン。男はなんて言ってたの？俺たちのすべきことを教えてくれたよ。え？エルマーを倒してテロを食い止める。それがイメリアと国民を助ける唯一の方法だ。さっきまで狂ったように笑い転げてたけど糸が切れたように突然気を失ったわイメリア。自己防衛のために本能的にそうしたんだろう。にしてもだ、君がこの騒動に彼女を巻き込んだんだろう。ああ、その通りだ。特別にこれだけで許してあげるよ。復讐心に駆られている君には悪いが、エルマーとかいう男はたった今から僕の粛清対象になったからね。俺だって黙って見てるわけにはいかないんだ。テロとなれば自然と私の業務にも当たるわね。イメリア、待っててね。私も一緒に行くよ。お兄ちゃん、お姉ちゃん、それにジンさんも協力してイメリアを助けよう。ああ、俺のイメリアが心を閉ざしちまったっていうのかよ。どうやらそのようですね。とはいえ次の回がこのストーリーの最終回です。カカオってイメリアのことにもなるとものすごい怒るから、なんだか大変なことになりそうね。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。なんだ。
地震だわ。今晩緊急時の備え、ミステリー案内人です。緊急事態はいつ起きるかわからないから日頃から備えは大事よね。特に地震や台風、大雨などの自然災害への備えは重要です。俺はしっかりと緊急時に備えた準備はしてるぜ。私たちはこの前にとても大きな自然災害を経験したばかりですもんね。あの時はびっくりしたわ。案内人さん、俺たちの経験を黒猫ファミリーのみんなにも紹介しようぜ。そうですね、皆さんと一緒に防災意識を高めましょう。指名手配もされている連続殺人鬼のアジトがここね。彼女は殺し屋のイメリア。どうやら今回のターゲットは手強いようで、かなり緊張をしている様子です。動かないで。お前なんだ。殺し屋よ。連続殺人鬼のあなたを始末する。やれるもんならやってみろよ。待て。こうしてイメリアは廃墟内を逃げ回るターゲットを追いかけることに。捕まえてみろよ。どうやら神はあなたに味方していなかったようね。くそ。とうとうターゲットを追い詰めたイメリア。そのまま彼を始末しようとした瞬間でした。何？なんだ？イメリアとターゲットのスマホから緊急地震速報が鳴り響いたのです。そして、地震だわ。突然まともに立っていられなくなるほどの大きな縦揺れの地震が起きたのです。その揺れは4分も続き、廃墟の窓ガラスはもちろん、ありとあらゆるものがぐちゃぐちゃになりました。どうやら神は俺を見捨てていなかったようだな。待て。そしてターゲットはイメリアの隙をついて逃走。地震のせいでイメリアはターゲットを追いかけることもできなかったのです。震度 7？ この建物が倒れなくてよかったわ。スマホを見るとマグニチュード8、震度7の地震が起きたという速報が入っていました。この地震は近年30年以内に 70% から 80% で起きると言われていた南海トラフ地震だったのです。何これ。そして無事にターゲットのいた廃墟から外に出たイメリアですが、外では多くの建物が潰れ、街はとんでもない状況になっていました。お母さん！大丈夫ですか？崩れた家に下敷きになっている人たちもいて、中には火事が起きている家もありました。イメリアの前には、この世の終わりとも言える悲惨な光景が広がっていたのです。イメリア、案内人さん？ゾーンや骨髄までどうしてここに？私たちはたまたま人間界に遊びに来ていたんです。そうしたら突然大きな地震があって、案内人さんの魔法の杖も折れちゃったから闇の世界に戻れないんだ。イメリアは怪我はないか？ええ、なんとか。こうして私たちはイメリアと街で偶然にも交流。今度は何？余震ですね。すぐに避難所へ向かいましょう。数分おきに起きる余震の揺れも大きくて、外は危険な状態。車の渋滞もできていたため、みんなで歩いて避難所へ行こうとした時でした。案内人さん、あれなんだよ。嘘でしょ。あれは津波。なんと海の方から高さ30メートルほどの海の壁が町に向かってきていたのです。このままじゃ危ないです。走って避難所へ行きましょう。わかったわ。イメリア、行くぞ。ダメよ、行けないわ。どうしたんだよ、津波に飲まれてもいいのか？だってあの海辺にはジャスミンが住んでるの。ジャスミンってイメリアの親友の？私が助けに行かないと。ダメだイメリア。そうですよ、イメリアが津波に飲み込まれるだけです。でもジャスミンが。いいから行くぞ。私たちがいた場所は地震が発生してから10分ほどで津波が到達すると言われていました。そのため無理やりイメリアを連れて、私たちはすぐに高い場所にある避難所へ行くことに。嘘だろう。何よこれ。街がめちゃくちゃです。高いビルの屋上に避難した私たち。屋上から見下ろした街は黒く濁った津波が勢いよく流れていました。ジャスミンと連絡がつかないわ。大丈夫ですよ、きっとジャスミンは避難しています。そうだといいんだけど、心配で。イメリア、元気出して。それにしても俺たちどうしたらいいんだ。津波はしばらく流れたままです。落ち着くまでここにいましょう。
こうして私たちは津波が終わるまで何時間もビルの屋上にいることに。津波では車や家だけでなく人が流されている時もあり、私たちは見ていられませんでした。避難してきた人がたくさんいますね。ああ、数百人はいるぜ。避難人数が多いから備蓄の毛布は一人一枚ももらえなかったわ。備蓄もみんなで少しずつ分け合わないとね。実は避難所の収容人数は限られていて、住民全員が入れるわけじゃありません。そのため自宅が崩壊していない人は自宅避難も推奨されているのです。やっぱり暗いわ。インフラが止まっているからね。緊急用の電源が使われるまでは仕方ありません。この地震で水道や電気など町のインフラは全て停止。そのため避難所は電気がついていなくて薄暗いままでした。次の日。ああ、朝か。で、エメリア何してるんだ？ジャスミンを探しに行くの。おい、一人じゃ危ないだろう。私たちも行くわ。みんな、一緒にジャスミンを探しましょう。こうして私たちは、エメリアの親友、ジャスミンを探すことに。おお、なんだこれ。道から水が出てるわ。地盤が緩んで液状化しているんですね。気をつけましょう。津波や地震の影響で、町は瓦礫の山と化していて、道には水が溢れていました。そんな中、私たちはいくつもの避難所に行ってジャスミンを探したのです。ですが、ここにもいない。この辺りの避難所は全て見て回ったわ。イメリア、一度私たちの避難所に戻りましょうか。他の避難所にもたくさんの被災者がいて、大切な人を亡くした悲しみの声もありました。ですが、どこを探してもジャスミンはいなかったため、私たちは元の避難所へと戻ることにしたのです。ジャスミン、きっと違う場所に旅行とか行ってるのよ。そうですよ。私たちは今を頑張っていきましょう。イメリア元気出せって。ほら、俺が一発芸でもしてやるぜ。こうして落ち込むイメリアをゾーンさんが励まそうとした時でした。イメリア、ジャスミン、生きててよかった。イメリアが心配で探してたの。そうなの？よかった。イメリアったら泣いちゃって。なんとジャスミンは私たちのいた避難所に来ていたのです。どうやらジャスミンもイメリアを探してこの避難所に来ていたみたいでした。入れ違いだったんですね。無事に会えたのならよかったです。みんな一緒に探してくれてありがとう。私たち友達なんだから当たり前でしょ。俺の爆笑一発芸はまた今度だな。あんまり期待してなかったけどね。イメリア、そりゃひどいぜ。こうして大切な人が無事だと分かり安心したイメリア。本当に南海トラフ地震が起きるなんて、街はむちゃくちゃよ。突如起きたこの南海トラフ地震による死者は32万人以上、経済被害は220兆円にも及ぶと言われました。母さん、どうして死んだんだよ。あの人、きっと大切な人が亡くなったんでしょうね。あいつ、どうしたの？知り合い？大丈夫よ、そっとしておいてあげましょう。大切な人が亡くなった痛みは私もわかるから。こうしてイメリアはターゲットを初めて見逃したのでした。イメリアはよく無茶するけど絶対死んじゃダメだよ。うん、ジャスミンの悲しむ顔も見たくないしね。大切な人を突然奪うかもしれない南海トラフ地震、私たちは改めて日頃から自然災害に対して注意が必要だと思ったのでした。あの時は本当に怖かったですね。人間界で楽しく遊ぶつもりだったのにね。突然地震が起きて闇の世界にも戻れなくなったからな。あの後統括主任たちが駆けつけてくれてよかったです。本当ね、緊急時の備えとして魔法の杖は2つ必要なんじゃない？そうですね、常に緊急事態を想定しておかないとです。よし、俺は今から闇の世界で起きるかもしれない地震に備えるぜ。黒猫ファミリーのみんなも緊急時の備蓄は今からしておいてね。いつ緊急事態が起きるかわかりませんからね。ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。よし、俺も災害用の備蓄を作るぞ。リュックサックにいろいろ入れておくぜ。あら、ゾーンたら偉いじゃない。災害が起きてからじゃ遅いからな。ゲームと漫画と。ちょっと、そんなものはいらないから水や食料品を入れなさいよ。ガーン。
漫画やゲームは我慢した方がいいのか。もうゾーンたら、黒猫ファミリーのみんなは生きるために必要なものをまずは入れてね。ゾーン、素敵。みんなありがとう。こんバンドマン、ミステリー案内人です。とってもいいライブだったわ。かっこよかったよゾーン。みんな来てくれてありがとう。メンバーを紹介するよ。ギターのギンとベースのベン、ドラムのドンだ。よろしく。今日はオープニングで登場するゾーンさんのバンドのライブにみんなでやってきたんです。いろいろあったけど、こうしてライブができてよかったよ。いろいろって何だったっけ。なんだよ、忘れたのかよ。他のみんなは覚えてるだろう。ええ、散々な目に遭いましたね。では今日はゾーンさんに起こった事件のお話をしましょう。それは今から数ヶ月前のことでした。やばい、バンドの練習に遅刻だ。遅れてごめん。ゾーンさんがスタジオに来ると、バンドメンバーのギーンとベーンとドーンの3人がゾーンさんに対して激しく怒っていました。何しに来たんだよ。ふざけるなよ。え、何、どうしたんだよ。お前は俺たちが気に入らなくてやめるんだろ。え、俺そんなこと一言も言ってないぞ。じゃあ昨日のメッセージは一体何なんだよ。携帯にはグループにゾーンさんからメッセージが送られていました。お前たちみたいな下手くそと一緒にバンドをやっていても俺の未来は台無しだ。俺はこんなクソバンドは抜けてソロ活動でやっていくぜ。俺こんなの送ってないぞ。嘘つくなよ。それじゃあ一体誰が送るって言うんだよ。だって俺今携帯が壊れてて昨日から使えてないんだよ。嘘はいいよ。それにこの SNS、 SNS にはゾーンさんのアカウントでバンドメンバーの悪口がこれでもかというくらい書かれていました。ちょっと、こんなの絶対俺じゃないよ。信じてくれよ。信じられないね。絶対に許さないからな。もう二度と俺たちの前に顔見せるんじゃないぞ。そんな。ゾーンさんは落ち込んだままハッちゃんの畑へとやってきました。全く意味がわからないよ。ハッちゃんに美味しい野菜でも食べさせてもらおうと。ハッちゃん聞いてくれよ。今日はとんでもないことが。え、何のことだよ。メモには野菜は全部いただいた、ゾーンと書かれていたのです。ちょっと、そんなメモ俺書いてないってば。一体どうなっちゃったんだよ。どうしてだよ。俺は何にもしてないのに、なんでこんなことに。あら、ゾーンさんじゃないですか。どうしたんですか、こんなところで。案内人さん。私はゾーンさんからことのあらましを教えてもらいました。なるほど、そんなことがあったんですね。俺本当に何もしてないのに、バンドのメンバーにもハッちゃんにも。バンドメンバーへのメッセージや SNS への書き込みはきっと乗っ取りにあったんでしょうね。乗っ取りって？第三者のスマホやアカウントなどを不正に遠隔操作をしたりすることです。そうか、それなら俺の名前で勝手にメッセージを送れる。でも一体誰が何のために。はっちゃんの畑に直接行ってるということはゾーンさんをよく知っていて、かつ恨みを持っている人の可能性が高いですね。恨み？俺誰にも何もしてないぞ。何もしていなくても相手が逆恨みしている可能性もありますし、何でもいいので思い出してみてください。最近何か変わったこととか、初めて会った人とか。そう言われても。あ、そういえばこの間路上ライブをしたんだけど。ゾーンさんの話ではバンドで路上ライブをした時に初めてのファンができたというのです。あの、私コスコっていうの、すっごく良かったです。めっちゃファンになっちゃった。本当？ありがとう。コスコちゃんは俺のファン一号だ。あの、彼女とかいるんですか？え、彼女？いないよ。俺はファンのみんなのものだからね。
ってことは、私がファン1号ならゾンさんは私のものね。ああ、そういうことになるね。そしてその日以来、毎日のようにゴスコさんから携帯に連絡が来るようになったというのです。ゾーンさんはゴスコさんに携帯のナンバーを教えていなかったのです。なんだよゴスコちゃん、なんか怖いんだけど。それでその後どうしたんですか？個人的な連絡はしないでほしいって伝えたんだ。ちょっと怒ってたけど、最後にゴスコちゃんのホームページを見てって言われて。それで URL をクリックしたんですか？うん、でもそれ以来1週間くらい経つけどメールも来てないし、会ってもないよ。多分その URL にスパイウェアが仕掛けてあったんですね。じゃあ乗っ取りの犯人ってゴスコちゃんってこと？おそらく。でも証拠はありませんけど。もうどうすればいいんだよ、俺の携帯は壊れてるから何にもできないし。困ってるゾーンさんも素敵。でも隣のあの女、案内人だかなんだか知らないけど距離近すぎ。ちゅ、またゾーンのやつ俺たちの文句を書いてやがる。なになに、あの頭の悪いやつら3人にロックなんてわからない、幼稚園から入り直せだってさ。あの野郎。でもさ、これ本当にゾーンの仕業なのかな？そりゃそうだろ、ゾーンのいつものアカウントからなんだから。うん、でも今日のゾーン、いつものゾーンだったよな。こんな書き込みやメールをしたとは思えなかったけど、あいつじゃなかったら一体誰がやってるって言うんだよ。それはわからないけど。ゾーンさんとバンドメンバーはずっと以前から仲が良く、今まで喧嘩一つしたことがなかったのです。それもありゾーンさんがしたこととは思えない気持ちもあったのです。でも確かに俺たち、あいつがやってないって言ってるのに話も聞いてやらなかったよな。あいつに嘘をつくメリットなんて別にないんだし、確かにちょっと変だよな。バンドメンバーたちも何かがおかしいと思い始めました。はっちゃんが畑についていた足跡を見つけました。その足跡はゾーンさんのものとは思えない小さな足跡だったのです。ゾーンさんが自分の家に帰る途中、コツエさんとミルキーさんがやってきました。二人ともどこに行ってたんだよ。今日は話したいことがいっぱいあるんだよ。はあ、何なのよあんた。まあ私たちとは仲良くしたくないんじゃないの？そうだよ、自分から言っておいてひどいよ。だからミルキーと二人で買い物に行ってきたのよ。まあ二人でも十分楽しかったわ、安心して。何言ってるんだよ。だってゾーンはもう僕たちと話したくないんだろ。顔も見たくないって昨日メールしてきたじゃないか。そんなことしてないよ。ほれ。そこにはコツエさんとミルキーとは話したくないし、顔も見たくない、縁を切りたいなどと書かれていました。こんなメールしてきて今日には普通に話しかけてくるなんてちょっと調子がいいんじゃない？本当にしてないんだよ。二人なら俺のこと信じてくれるだろう。わかった。もういいよ。ゾーンさん、お帰りなさい。ゴスコちゃん。ゾーンさんが自分の家に帰ると、そこにはゴスコさんがいて、夕飯を作って待っていたのです。遠慮しないでいいのよ。彼女なんだから。俺たち付き合ってないだろ。それぐらいわかるだろ。でもゾーンさんには私しかいないんでしょ。みんな離れていっちゃったんだから。やっぱりバンド辞めるってメールも SNS のメンバーへの誹謗中傷も全部君の仕業なのか？どうしてこんなことするんだ？だってゾーンさんが悪いのよ。ゴスコさんはゾーンさんがバンドメンバーや友達から離れて一人ぼっちになれば自分を必要としてくれる、そう思ってスマホを乗っ取り、友達が離れていくように仕向けたのでした。そしてゾーンさんのスマホを壊したり、こっそり家の合鍵を作ったりしていたのです。ゴスコちゃん。ねえ、私は彼女でしょ？そうでしょ？ゴスコさんは使っていた包丁を持つとゾーンさんに迫ってきました。ねえゾーンさん、私のこと好きよね？ねえゴスコちゃん、落ち着いて、とりあえず包丁を置いて。早く答えて。答えないなら。ゴスコさんの包丁が振り上げられたその時でした。
ゾーン。やめろ。ゾーンさん、無事ですか？よかったな。本当によかった。みんな、どうして？ごめん。俺たちゾーンがあんなに違うって言ってるのに信じなくてごめん。バンドやめたいって言ったり、俺たちの文句書き込むとか、ゾーンがそんなことするはずないのに。ゾーン、さっきはごめん。僕たちゾーンの話をちゃんと聞かないで文句言っちゃって本当にごめん。みんなその言葉だけで十分だよ。ゴスコさん、アカウントの乗っ取りは立派な犯罪ですよ。どうしてこんなことをしたんですか？だって私寂しかったんだもん。彼氏も友達もいないし一人ぼっちだった。そんな時ゾーンさんが優しくしてくれたから私嬉しくて、私だけのものになって欲しかったの。そうしたらさ、そんなことしないでこれからみんなと友達になればいい。そうしたら寂しくないだろう。ちょっとゾーン、あんたこの子のこと許す気？超お人よしだよ。殺されそうになってたんだよ。いいんだよ、寂しい気持ち俺もわかるからさ。ゾーンさん、でもみんなが許してくれない。皆さんいかがですか？まあゾーンが許してるんだったら、俺たちが腹立てても仕方ないしな。もう二度と変な書き込みするんじゃないぞ。今からみんなと友達になろう。ゾーンさん、みんなありがとう。さあライブを目指してまたバンド活動頑張ろうぜ。ということがあったのでした。ほんとあの時は辛かったよ。だからごめんって。本当にごめんなさいね。出たゴスコ、今日のライブめっちゃ最高だった。近頃は直接顔を合わせたり声を聞いたりする機会が少なくなってきていますが、文字情報だけを信頼するのではなく相手がどんな人なのかきちんと考えてみましょうね。乗っ取り要注意だぞ。今回の動画が面白いと思った方はぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。ゴスコちゃん？私ゾーンさんと付き合うことになったの。まあそういうことなんだ。私を止めてくれたたくましい腕素敵だったわ。あ、そうおめでとう。で、なんで俺が振られたみたいになってるんだよ。